標高の秘密。代々標高がアテナに変わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われ、これは教皇の死体。死後何年も経っているということは、なんだこのコスモ。見たな、生きては返さない。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。ラウンドワン、ファイト。こっちまで確かに誰もいなかった。一体どこから出てきたんだ。死ぬ必要はない。貴様はすでに死にすぎてしまった。こっちだよ。奥行きの舞台だね、こいつ。本当にここに存在しているのね。死ぬ意味は7番目で、その子異次元で狙ってくる。ちょいとまずいかもね、セイヤ。こんなとんでもない奴らを相手にしてノロだな。お前が相手にしているのは最強なセイヤ。受けたりな、流星剣。あなたは強力。なんてことないね。受けたりな、流星剣。たとえ相手がゴールドセイントだとしても受けたりな、流星剣。かないんだ。ラウンド2、ファイト。こっちだよ。こっちだよ。あなたの決めつのろかだね、くらいな。ノロマだな、クライナ。カーブノロマ。やるじゃないか。あなたの決めつ。なんてことないね。ノロマだな、クライナ。さすがにゴールドセイントの相手は必ず。ここで負けるわけにいかないな。いかに死ねるのか。流星剣。私の戦国勢が私と互角に戦えると必ず決めつ。さてもられなイーグルトゥース。頑張っているんだ。ここでマリンが諦めてた。イーグルトゥース。バンビーがメンタル決勝だ。
といときな。もっとやれるはずなんだけどね。危ないところだったね。それにしても今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがこうしちゃいられないよ。この命に代えて。マリンとの再会。シュンに総御給を任せたセイヤは教皇の間を目指し、神父のバラを敷き詰める。花粉を吸い、トゲにかすっただけで五感を失い死に至るデモンドーズの猛毒にかかったセイヤは、ついに道半ばで倒れてしまう。早く教皇の間に行かなければ。でも力が入らない。教皇の間を目前にして、このバラの葬列の中で死ぬのか。さ、せいや、いけない。これは相当デモンローズの好機を吸ったようだね。こうなったらこのマリンが引きずってでもお前を教皇のままで連れて行ってやるよ。セイヤ、こんなところで死んでしまったらダメだ。誰かが助けてくれている。この感じは気がついたのかい、セイヤ。その声はマリンさん。俺を背負って喋るんじゃないよ。教皇のままで敷き詰められたこのバラは猛毒を持っているんだ。マリンさん、でもこれを俺につけたら。マリンさん、喋るなと言ったろ。お前はマリンさん、お前を担いで行ってやるつもりが。どうやらセイヤ、私のことは構わずに行きな。今ならまだ間に合う。女のマリンさんを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。みんながマリンさんまでもが命がけで俺をここまで連れてきてくれた。なのにこんなバラくらいで撒いてたまるか。燃えろ。やった。デモンローズが吹き飛んだ。マリンさん、もう教皇の間は目の前だ。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。サイナさん、無事だったんですね。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、サイナさん。セイヤ、私にはまだお前に、お前がこの戦いに勝ち抜いて戻ってきたら必ず返させてもらうからね。だから決して死ぬんじゃないよ。男サガ、一騎、シリュウ、ヒョウガ、シュン、
友という大きすぎる犠牲を払い、アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども上皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は上皇を連れて行き、沙織をアテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持った。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。聖夜、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケル、左手には盾、そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ、聖夜。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て、誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我がクロスよ。ジェミニ、小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。ジェミニよ、本当のお前の姿はどっちだ。小僧、お前などに何も分かり。ラウンド1ファイト。アテナは間もなく死ぬ。その際に刺さった勝利の女神ニケも私のもの。アテナの盾とニケ、さすがに天界の前半、大会のポセイドンを抑え、冥界のハーデストレンを抑え、この私が世界一の支配者となるのだ。それでも地上の平和を守るアテナを持たすべき強行か。中身ことは断じて言うな。まだまだ邪魔しよう。これ
以上の罪を重ねるアテナの命を見せる。聖夜を殺させはしないぞ。黙れ。ラウンド2ファイト。私が聖夜に圧倒されているぞ。何度一体この強烈なコスモは。ゼミニオ、たとえ俺の五感が全てを失われたとしてもまだ命の炎は燃えている。この命ある限りあのコスモは限りなくどこまでも高まっていくのだ。俺のコスモが消滅するとき、それは俺が続き以外にない。五感の全てが失われようと、この命ある限り、そして俺はあるぞ。バカだ。聖夜は高速拳を放つ。やってもらう。この戦いまでコスモを高めたというのか。これが俺の実力だ。バカめ、まぐれの高速拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うの。今度こそ息の根を止めてやる。死ね聖夜。誰だこの。フェニックス一騎。バカな。残念だったな。そのシャガとムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子な、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。のはお前の方が先だ。ジェルニ、お前の最後を見せてやろう。今さら死に損ないが一人二人増えたところで何になる。ラウンド1ファイト。アナザーディメンション。九死に一生を得たその命、再び捨てに来たのか。この俺の命だといつまでもくれてやる。聖夜だけは絶対に死なせません。およそ緊張。自らの命を懸けて戦った友のために、その実在を分かち合い生まれてきた熱き血潮の友のために、この命を懸け、ジェニー、お前を倒す。ジェニー、クソ。貴様は掃除球でも私の邪魔をした。ゆっくりと話し合ってから勝負してやる。精神の方を伝ってまだ見てる。剣の剣でな。面白い。ならば私も貴様の精神を破壊してやる。伝説の剣の魔王剣によってな。ギャラクシアンエクセプロード。およそ緊張。
ド・ズー・ファイト・アナザーディメンション、ギャラクシアン・エクセプロード・ドッグ・オイル・ディショー・カンナ・アナザーディメンション、フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。そろそろ限界のようだな。対する褒美だ。しっかりと見届けろ。ギャラクシアンエクセプロージョン。謎だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だがまだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。バカめ、そうはいくか。もはやお前をかばう者は誰もいなくなったぞ。聞け、生き残ったゴールドセイントから増氷に至るまで、このサンクチュアリにいる全ての者よ。あとわずかで最後のブロンズセイントが倒れ、アテナも死ぬ。これより後このサガが、サンクチュアリはおろか地上を滑っ今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。セイヤ、セイヤ、セイヤ、あなたは希望。今すべての人々のあなたは希望。セイヤ、セイヤ、わずかに残った俺のコスモは。セイヤ、消えそうな俺の命を。そうだよセイヤ、かすかに残った僕の命を。僕、セイヤ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 。何？
ペガサスがまた、しかもなんだ、セイヤの後ろに浮かぶあのコスモ、ペガサス、いやペガサスだけではない、セイヤの後ろに無数のコスモが、聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる、俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ、今こそ邪悪を断つ。この命ある限り今度こそ殺してやるぞ。ラウンドワンファイト。まだまだ心のコスモよ、刺激を起こせ。見ることも聞くことも感じることすらできないクラス、ラウンドワンの戦いに挑もうという。カンナ、お前がいくらコスモを燃やそう、私はいくらかコスモを燃やそう、どこを見てまだ理解できていないようだな。実力だ。ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。アテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。おのれ、盾に触らせるか。死ね、せいよ。この盾を沙織さんに、アテナに、アテナにかざせば、沙織さんを、アテナを救え！体から抜けていった今のオーラは、サガの表情が
元の優しく清らかな顔に戻っている。アテナの盾の光を浴びたことにより体内に潜む邪悪も消し飛んだのか。アテナのコスモを感じる。沙織さんは、アテナは助かったのか。よかった本当に。アテナ、我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老峰におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。サガ、正気に戻ったのですね。アテナ。気づいていましたか、サガ。聖夜の剣があなたの心を支配していた邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたことを。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。最後。サガ、自ら命を絶つなんて。アテナ、こんなことで私の罪が許される。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。サガ。サガの心には強い善と悪が混在していました。ですが最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。シリュウ、ヒョウホウ、シュウ、イッキ、そしてセイ、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたが、許してください。あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。あなたたちが戦ったように私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。